やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことまじラジオゲンハマーです。現在4月25日火曜午後7時47分になりました。さて、僕は友達が少ない1話2話3話とね見てきまして、今ちょっとだいぶ長いこと休憩しました。30分ぐらい休憩したかな。でちょっとまあ作業もしながら、はい、とりあえずここからは4話ですね、 D アニメストアで見ていこうかなと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また、広告がわけのわからんところで貼ってくると思いますんで、できればまあ同時聴もありがたいんですけども、できればどこでどんな反応してるのかなっていうのを確かめていただければと思います。お願いします。いきます、3、2、1、スタート。メディアファクトリー。あ、今回物質からじゃないのね。あ、白衣出てきたね。これ天文部かな、オープニング見てる限りは。違うな。クラゲ。あれ、井口優香さんか、今のおはようって声は。相変わらず怖がられてんのね。キャラクターだけ出しとこう。まあまあ3話見る限りね、小高がちっちゃい時にタカって呼ばれてた。で、100人分大切にできる一人の友達っていうのが、どうやら夜空っぽいね、あれは。で、なぜ小畑がこのオープニングで物質におんねやろ。あ、で今回このシスターも出てくるな。1話で一瞬映った。あとこのメイド服がまだかな。ハーレムアニメなんかな、今更やけど。後輩たちは遠慮がない。これ先生じゃないのかな、顧問ちゃうかな。ん、あ、取られた。2011なんですね。マリア。あれ、顧問がシスターって言ってたけど。井口優香さん？あれ違うか。高山マリア。これやっぱり顧問か。やっぱこれがか。つくよみ顧問やないか。10歳。10歳。なんで？ハエたたき。どういうことやねん。うんこ。
悪口でうんこってある？これが井口優香さんやとしたらインデックスやね。どういうことなの？なんで10歳が？乗せられてるね。あ、あれ大事だろうね。あ、せない。さあ、この白衣少女が出てくるかな、この辺で。女子じゃないこれ。楠木雪村。ほんまやな、戦国武将みたいな。女子じゃない。男子なのか？
ヘタレヤンキあ、ダンしないね。どこやねん。入部生徒晒しまいたりしてへんこれ。え、じゃあほんまに男子か。うわちょっと待って今出られへん。今夜空が最初の話だね。ちょっと今入ってこんかった。あ、白衣が倒れてる。理科言うね、理科室シグマ理科。超ジョーク。
シグマリカは変態かな。でもこうなると、あの柏崎瀬名の金髪はどうなの？理科室登校初めて聞くな。保健室登校じゃないのね。そんなことある？惚れた哺乳類に興味。これやっぱ女子じゃないの、この楠木幸村。むちゃくちゃ天才やないか。アウト入学。すごいな。ほんであんないっぱいクラゲとか。あ、シグマリカや。あ、気づいてる。さすが天才やな。わお。エロ本。ツイン Z と2号機分。
ユニバース。何やと？急にセックスフレンドの話を。これやっぱあの小高の終わった。さあ一気にキャラ3人登場したな。相口がさね、マリアがで、福井美里さんと、山本のぞみさんって読むだけ、あれ希望って書いて、名前は分かる。井口がさんすぐ分かるね。シスターだけにインデックスとかぶる。お母さん亡くなってんのに。今度は佐賀がガチな戦い。佐賀のかけたかゾンビランド佐賀やな。ごめんなさい、ちょっと途中あのピンポンとドア、あのドンドンドンがあって、その部分だけも完全に真っ白ですけども、これアニメリアクション中のほんま困るやつです。すいません、多分何やろ、宅配もしてないしな、何だろうな。ということでちょっと話飛んでますけども、まず最初に、なんか実験室の、シグマリカが映ったかな。でそっから、部室に行ったら、高山マリアが寝ててプニプニしてるところを写真に撮られてしまったと。で10歳でなんで顧問なんかちょっとよう分からへんかったけども、まあ結果的に夜空に乗せられて、顧問やらされるというか、ほぼ下僕やね。部屋の掃除せ、お茶汲んでこいとかね。まあちょっとあの10歳でなぜなのかがちょっと気になるところで、なんかストーカーがおるっていうことで、それが柊、雪村、あれほんまに男子か。ちょっと着替えた時とかの描写からしてどうなんかな。服脱いでうわーって恐られて逃げられて、どっちかというと守られてるから、でそれを突っ込もうとした小高に対して夜空がバーンチョップして、これは守ったらなあかんなみたいな。一体何を止めようとしたんかな、夜空は。楽しみたいんかな。
ほんで、ちょっと この辺よね、ピンポン鳴ったの。なんか小鳩となんか喋ってたな、食卓で。で、その後になんか雪村が、なんか差し入れを持ってきたかなんか言ったかな。夜空に言われて。ここが完全にピンポン、どんどんどんポイントやったんで。で、なんか変な噂になったんかな。なんか1年になんかカツアゲしてるぞみたいな。で、何あれ、理科室の前通りかかったら、何煙が出てて助けたんかな。ちょっとそこだけほんまにわからんかった。多分そんな感じだね。で、助けてあげたと。これがなんか睡眠薬って言ったかな。で、助けられたことで、シグマ理科は、お礼を言いに来て、なおかつ、領辱、あのまま放置だったら領辱されたかもしれんからっていうことでお礼を言った。で、あまり領辱から連れ出したいね。で、そこでなんで髪の毛が金髪なのかでプチッと抜いて取られたんか。で、これがイギリス人の母、亡くなった母の片身みたいなもんだって説明したいね。で、シグマ理科は哺乳類に初めて、興味を持ったと。で、理科室投稿してるってことね。で、これも理事長自らがスカウトしたって言ったかな。あまりにも天才すぎて。で、最後入部してきた。で、あれ完全にエロ本というかは、そういうロボットもんの漫画のセリフをただただエロく撮ってるだけっていうことでええんかな。で、夜空に対して男女の、友情なんてありえないってだけで、夜空がちょっと激高した。まあ多分、過去のあれやろね。そんなことはないぞと。ということなのな、きっと。で、まあ最後にはその、雪村までもなんか心がチクチクする。あんま女子じゃないんかな。はい、まあちょっとさっきのピンポンどんどんポイントはこの後もう一回見直したいと思います。以上、僕は友達が少ない4話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。ここからは僕の自己紹介タイムになりますので、興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段、やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響により、約3年2ヶ月にわたって仕事がまともにございません。今月も仕事は1本だけでした。貯金だけで何とかやってます。で、3月3日までには48連休を経験。10月以降はインボイス制度というものが始まるんで、収入があろうがなかろうが1割を国に持っていかれます。正直生活に不安しかない中ですけども、アニメのリアクション、自分なりに一生懸命やってるつもりです。ただ、去年の4月の25日、ちょうど1年前、メンタルが一度だけ粉々になってアニメのリアクション、やめるという動画を出してます。なぜならば、再生数が2桁しか取れず、チャンネル登録も全く伸びずというね、ことで。ただその時は、皆様の熱い応援のお声をいっぱいいただきましてね、結局一日も休むことなく今日まで続けて1125日やってます。ただ、おととし8月18日から、2020年4月頭にかけて約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクションの動画、自らの手で削除させられるという地獄を味わってますが、それを乗り越えてやってます。ただ、13年以上使ってるこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に新たに本職のチャンネルを立ち上げてます。ぜひこっちの応援もお願いします。毎日19時に1本動画投稿します。 URL を説明文に載っけてるんで、1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録をいただけると大変助かります。で、未だに再生数2桁ばっかり、チャンネル登録伸びずは健在です。故にやめたくて仕方がない状態で、いやいやながらもこの活動ね、気合と根性だけで続けてますんで、ぜひとも皆さんの応援よろしくお願いします。そして過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こっちもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。